皆様こんにちは。今日はね、いつも和実祭でお世話になってる観音寺さんですね。花観音寺さん、関西花の虎で一番豚しょうかな、ここにちょっとね、花の状態というか老梅とかがあると思いますんで、ちょっと見に来ました。他なんか花咲いてないかね。ここもよく見てないとね。あ、これ老梅ですね。ね、綺麗に咲いてる。もう咲き始めてますね、これ。うん。まだまだつぼみやから、これから楽しみますよ、皆さん。大きい木やわ。咲くとものすごい綺麗やろね、これ。ちょっとピンボケだったな、これ。綺麗ね、これね。はい。後ろがね、まあ、山門っていうか、楼門ですか。ちょっと進んでみましょう、それではね。ローバイと私、これ、この花綺麗から写しとこう。これ綺麗わ。うん。ローバイって綺麗よね。梅も綺麗けど。うん。はい。まあ、アジサイはこのようにね、また来てみましょうね。夏初夏の頃かな。はい。では、ちょっと、楼門から進んでいきたいと思います。はい、丹州観音寺さんね、まあ楼門仁王門やね、はい、こっちの方の家にも何か、こっちは民家でしょうかね。ちょっとなんかありそうですが、なんかニワトリが鳴いてますね。受付って今は季節は多分受付してないでしょ。アジサイじゃないんでね。もしかしたら水仙ぐらい咲いてるかなって思うんですけどね。9時から4時、死なされた方の中のパンフレットね。はい、じゃあ進んでみましょう。はい、ちょっと四風館の方にね、まあこれ、四風館って言うんですかね。このね、四風館の方にちょっと、あそこから曲がってきましたけど、あちこちにね、老梅あるんですよね。小さい木はまあ、ちょっと通り過ぎましたけど、こちらにもあるんでね、これは立派やから、ちょっと見ときましょうよ。ねえ、これ綺麗じゃないですか、これ。ほんまね。上の方まで、なんかキノコみたいなのも生えとんな。老梅にキノコが寄生してますわ。ね。こっち側はまだつぼみやけどね。これも一斉に咲いて綺麗ですよ、絶対。ね。よいしょ。この辺なんかかなりね、咲いてるじゃないですか。うっかりちょっと見落としますけどね。こんな方。ね。はい。ではちょっとね、こっち側の方見てみましょう。ここはまあまあ農協所やね。あ、やっぱりまだ咲いてないね。ここら辺は、水仙かな。水仙咲いたら綺麗でしょうね。遅いね、なんかこの水仙。アジサイの頃咲いてましたもんね、なんか。ハボタンあって。なんかね、ものすごいあれで鳴いてますよ。はい。アジサイの方はね、まだ、前線ですよね。はい。はい。上の方に登ってきましたけど、特別何か、老梅が咲いてるというのはなさそうだね。まあ、ここら、もみじは綺麗ですよね。秋になると。まあ、裏回ってもなさそうやけどね、これ。まあ、夏椿って言うんですか。サラの木がね。これちょっと皆さん読んでおいてくださいね。
体物やで。まあ、気がつけんだね、これ。うん。よし。これは、あれやね。サルスベリ。夏違うっすかね。また見に来たよね、夏。アジサイの、あ、ロールバイここにあるよ。こんなところにロールバイが行くの。ね、綺麗に。よし。ちょっと拡大しようか。こういう感じでね。もうかなり咲いてきてますよね。はい。他は、ちょっともう奥の方まで行かないけど。でっかい木やな、これ。報道するんやね。そうね。こっち側は、まあ、あんまり、さっきの一本だけかな、ローバイやった。他にちょっと、はい。ね、これもなんか、ローバイっぽいな。梅かな。ちょっとわかりませんね。はい。まあ、そんな感じでしたね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。